そう。フックガードに対するパス、まあ、この第一世代がまあこういうすごい単純なパスだね。第二世代が完全に潰した中井君とかがやるような問答無用系の。で、第三世代が、ちょっとフックガードしてもらって。第三世代がこう、もう胸もつけないで、要はスマッシュパス系。やっぱこれ、ここまで、これができると下の人は防げないね。で、どれから、要は理屈としては、上まで行くから、ケツが上がるから殺しやすいけど、でも俺の腰も近くなると相手もいろいろできるってことなんだよね。だから、でも上まで技量が違えば上になると完全に死んじゃうから、へへんって笑いながらパスできるけど、うん、でもそういう、もう一緒ぐらい強いぞと、うん。そういう人は、この辺で、こういうパスができないとなかなか殺せんわけね。で、どうしようかな。まあ、こう、立った、座っ、どうしよう、まあ、これでいいか。例えば、この時でも、この辺で例えばよ、こういうことをしてしまえば困っちゃいますよね。もう遠いところで処理しちゃったからもう困っちゃうんですよ。今のだったら例えば押し込んで半分寝たぐらいの時に浮かす、なんでだろう、ここに隙間がないとこういう処理ができないからです。だってこう腹と、もう膝と膝の間に腹があったらどっちひねってもどうしても片方の膝、右片方の膝、左になっちゃうからね。どっちに、こっちも分かんないけど、こっから潰しに行って、逆に見えないか、は浮かしてこっちを相手の左潰すとしたら右肘、俺はちょっと右肘でかなり角度つけさせて右膝で押し込む、その左、そして入っていけばこれで潰れるやろ、とか、ちょっと寝てもらっていいの、寝た、こういう状態、こういう状態だったらこうなんだ。要は磯崎さんはフックをしたがってる。で、膝がこう鋭角だとね、これ潰れないんで。でも俺が下げたらさ、すごい極端に言えばよ、ついてこざるやんよね、こなし、こうするんですよ、だからって伸ばされ、これ嫌で離したら、離したら別にそれはそれで問題ないから、すごい困るんだよね。ここでこういうことをされると、よ、真後ろ、右足、真後ろじゃないよ、できればこっちに、もう半分、膝の位置がすごいずれたの分かろう。で、あとは俺の体をここに入れさえすれば、もう足死んじゃったじゃん。死んだら、やっぱり上の足を手で押さえちゃえば、手で押さえて、腹で、結構腹で潰して、ちょっと浮かして、両足越えてしまえば、これでさっき言うと同じお話だね。絶対動かない。ここで一回止めた方がいいと思うよ。止めて、必要があれば上に上がって、ぐーっと動いていけば、ずっと押してるね。こうすれば、こう下の人はどうこうできないわけよ。ちょっとまあ、多分こっちの方がやりやすいと思う。こっちの方がいいですね。寝てもらっていい？フックしてもらって、で、襟と膝握って、こっから、手で相手を押しながら、右足を思いっきり斜めにしまったり、相手の足がこうくっつくっていうのはすごくいいことだよね。もう死んじゃうからね。そしてここに自分の腹を入れていけば絶対勝つ。入ればだけどね。上の足を押さえて両足で膝止めちゃえば、で、右足は腰止めとかね。こうなれば動けないからね。ちょっとやってみよう。まあこれもまあ実力差がないとできないっちゃできないけどね。